あなたの未来はプネット夏のゆきです。この動画では OBS で表示する YouTube ライブ配信のチャット URL を自動更新する方法を解説します。もしこの動画が役に立ったよという方はぜひチャンネル登録や高評価コメントをもらえるととっても嬉しいです。それでは解説を始めます。まずはこの動画の説明欄から今回使う OBS 用のスクリプトを配布している GitHub のページを開きましょう。開けましたか？ページ内の緑色のコードと書いてあるボタンを押します。表示されるメニューからダウンロードZIPを選びます。ダウンロードが完了したら ZIP ファイルを展開しましょう。ここで注意点です。OBS でスクリプトを読み込むときに、フォルダやファイル名に半角英数以外の文字が含まれるとエラーが起きます。スクリプトを置く場所に注意してください。次は OBS の作業に移ります。ソースにブラウザーを追加します。名前は必ず半角英数にしてください。次に、メニューのツール、スクリプトを選んで、スクリプトウィンドウを表示します。スクリプトタブの追加ボタンを押します。ファイルを開くダイアログが表示されるので、先ほど展開しておいた ZIP のフォルダに移動します。YouTube ライブストリームチャット URL アップデータ .lua を選択して開きます。次は設定方法です。チャンネル URL にはあなたのチャンネルの URL を設定してください。チャンネルトップページの URL、または、ライブ配信一覧のページの URL を設定してください。ソースネームには、ブラウザーソースの名前を設定します。名前に使える文字は、半角英数のみです。二つの項目を入力したら、アップデートライブチャット URL ボタンを押しましょう。設定したブラウザーソースの URL 設定が更新されます。ちなみに、一度設定を行うと、以後は OBS を起動するタイミングで自動的に更新してくれるようになります。ブラウザーソースの URL 設定が更新されているか確認してみましょう。ちゃんと更新されていますね。以上で解説を終了します。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。